木村修司君。委員長。有志の会、木村修司です。先週金曜日ですね、わずか12分の質問時間しかないのに、あれやこれや盛り込みすぎてですね、論点がボケてしまったことを深く反省しておりまして、今日はですね、その論点を整理した上で、再度、総理の見解を伺いたいと思っています。私が伝えたかった先週の論点は次のようなものです。まず、総理の人への分配はコストではなく、未来への投資であるとの哲学には深く共鳴すると。データを示し、今や我が国は最も貧しい先進国になりつつあると。その国力を回復するのは容易なことではない。資本主義の真髄は新陳代謝であるが、活力を生み出すこの仕組みが現実の日本経済では活発な新陳代謝が起きておらず、それは政治が与野党ともに政権支持や政党の支持拡大のために社会の依存体質に働きかけること、また既得権益者を保護し続けることも新陳代謝が起きない原因である。日本経済の長期低迷の原因は市場原理や競争原理が行き過ぎていることではなく、そもそも新陳代謝に代表される資本主義が機能しておらず、実態は社会主義経済ではないか。現下のコロナ禍は別ですけれども、本来なら国民に訴えるべきは、市場原理や競争原理の否定ではなく、自助努力の必要性を訴えることではないか。自助努力のないところには活力が生まれず、国力の回復は難しいと思うから。ただし、自助努力を求める以上、国民一人一人が豊かな人生を切り開いていけるよう、必要十分な人的投資、人材投資が不可欠。それに加え、何度でもやり直せる安心の社会システムも必要だと。人的投資、安心社会システムの具体案は、幼児教育から高等教育までの親の経済力に関係なく、誰でもが公平に教育を受けられる、さらなる学校教育の充実、子育て家計への大胆な現金給付、現物給付、社会人の学び直しの十分な機会提供、また失業時に次を目指して技能能力を高める人への失業時の安全保障など、これらは総理も打ち出している未来への人的投資の具体策だと思っています。成長と分配の好循環がもたらす新しい資本主義の分配の優先順位ナンバーワンは、明日の活力を生み出す、国力を回復してくれる将来世代や子育て世代、この世代に対するその予算を2倍、3倍にするような大胆な人的投資こそが国力回復の唯一の処方であると、本来は簡潔に主張したかったんであります。総理の見解を重複しますけれども、改めて求めます。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、私の申し上げているこの経済再生のモデルですが、これはあくまでも資本主義でありますので、これ、市場競争が経済成長の原動力であるということ、これはこれからも変わらないと思っています。ですから、資本主義です、市場主義とか、あるいは競争主義を否定するなどということは決して申し上げておりませんし、自助努力というのは大変重要なことであるとも認識をしています。ただ、市場や競争、あるいは自助努力だけでは、さまざまなこの弊害も課題も指摘をされてきた、格差の問題や気候変動の問題、こうした課題も指摘をされて、今、全世界的にこうした課題にどう向き合っていくのか、これが議論されているというのが現状であると思います。だからこそ、すべて市場や競争に任せるんではなくして、官と民が共同する形で、この資本主義ですから、こうした市場をしっかりとこの活性化させる、マーケットの中で、そうしたこの成長のエンジンをしっかり作ることによって、経済を成長させることが重要ではないか、こういったことを申し上げています。そしてセーフティーネットについてもご指摘がありました。その人への投資を考える際に、この所得をしっかり確保する上において、しっかりとしたセーフティーネット、
全世代型の社会保障ということを申し上げていますが、それぞれの能力に応じてしっかりと社会保障を支えられる制度を作っていく、持続可能性を追求していく、こういった点は重要であるとも認識をしております。はい、委員長。平修司君、質問時間終わりましたので、また短いながら続きをやらせていただきたいと思います。ありがとうございました。これにて木田君の質疑は終了いたしました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。